周辺で熊の目撃が相次いでいた。秋田市荒屋の堤防道路の通行止めが今日午後解除されました。しかし、今日午前には川の対岸にある学校の敷地内で熊のものとみられる足跡が見つかっていて、県などが引き続き警戒するよう呼びかけています。熊の目撃に伴って5月に通行止めになっていたのは。 秋田市荒谷琴吹町の小物川水辺の広場に続く堤防道路です。今日午後1時ごろから周辺を国土交通省秋田河川国道事務所の職員が見て回って熊がいないかを確認しました。秋田市は近くで2週間以上熊の目撃がなかったことなどを踏まえて、捕獲用の檻の撤去と通行止めの解除を決めました。 1> 1ヶ月以上続いていた通行止めが、今、解除されました。私どももあの通常の河川パトロールを行っておりますので、引き続き熊の出没に注視していきたいと思います。秋田市は、周辺の2か所に、熊などの動きを感知すると、職員に情報が共有される AI カメラを設置して、熊への警戒を続けています。 今日午前9時ごろには雄物川水辺の広場の対岸秋田市荒谷栗田町の栗田支援学校のグラウンドで熊のものと見られる足跡が見つかりました県は熊の足跡である可能性が高いと判断しています学校はきょうグラウンドでの活動を取りやめ警察は周辺をパトロールしました県などが引き続き熊に警戒するよう呼びかけています